南北国時代、南北国時代、南北国時代は、主に韓国で用いられる新しい歴史用語で、朝鮮史における統一しらぎ、南と北海、北の平立時代を指す。北朝鮮も、同様に北海を自国史に組み込むが、南北国時代なる用語は使わない。この用語は北海を韓国の自民族史に組み込む意図で用いられており、 渤海領土を継承する中国やロシア、歴史的に渤海研究を主導してきた日本では受け入れられていない。特に中国では中国社会科学院を中心に、古朝鮮、高栗、冬よ、渤海まで歴史が一味役を通じる、反民族の歴史ではなく、古代中国の地方民族政権の歴史で中国歴史であり、渤海建国の主導勢力は高栗人ではなく、 マッカツ族で、北海の建国者大捜査会は、北海初期に、マッカツを正式国号に採択したと見ており、北海を自国の古代国家と主張する韓国と激しく対している。なお、北海を朝鮮史に組み込まない中国や日本等では、三国統一後の時代を統一しらぎ時代と称している。満州南部から、 朝鮮半島北部にかけては高栗が勢力を維持していたが、668年に唐と白木の連合軍に滅ぼされた。後に唐は朝鮮半島から撤退し、白木は高栗ク湖地の南部を占領した。これにより、朝鮮半島が統一されたとして、以降の白木は統一白木と呼ばれる。一方、高ー移民の一部は唐に渤海軍王に錯誤され、さらに、 渤海国王に進められた、俗末、末活の大祖、栄の下に合流し、これにより、木海と呼ばれる。渤海は、満州東部、ロシア沿海州から、朝鮮半島北部にかけてを領土とした。渤海と白木は、ほぼ全時代にわたって激しく対立した。渤海は926年に、吉端に滅ぼされ、こちには、東丹国が置かれたが後に南戦した。 同じ頃、918年に朝鮮半島中部に駒が起こり、935年に白木を征服した。木海古地では混乱が続き、後に女神族が木興する。南北国時代論の歴史は非常に新しい。この議論の引き金を引いたのは、北朝鮮の牧師、トールの論文、木海史研究のために、1962年である。 それまで北朝鮮の公的史観において、レーニンの民族論をベースにして、シラギの三国統一が、朝鮮純民族、ナロードのスチ形成の契機とされていた。牧事定因後は、三国定律、南北両立、そして、高麗による統合という、新たな歴史観が、北朝鮮の公的見解となった。これに合わせて、統一シラギは、後期、シラギと呼ばれるようになった。ただし、 北朝鮮では南北国時代なる用語は使わない。北朝鮮と正当性を争う韓国では、遅れて、李由性が南北国時代と最遅延1975年を発表し、白木と木海の並立時代を南北国時代と規定した。この規定は民族主義的な韓国史学において受け入れられ、国定教科書に記述されるに至っている。ただし、北朝鮮と異なり、 統一白木の故障は引き続き用いられている。牧師、トールの論文、牧会史研究のためにでは、白木時代に、すでに、南北朝という概念があったと主張しており、南北朝は、まさしく統一を実現しようとする同族の全体の一部で、あるしていい。ハン・アズマイクは、牧教授の学術理念を理解する上で役立つかも、しれない。として、牧師、 トールの学術理念をこう見る。李氏朝鮮中期に、牧主元は、艦長の領土が、王力港の南に広がっていたという事実を否認した。そして、牧海を朝鮮市から除いた、三国式の著者金払拭を批判し、牧海は、高栗の子孫だと主張した。李経経は、牧海の朝鮮市からの除外は、それが広大な領域を占めていた、ため、 重大な誤りだと批判した。しかし、李氏朝鮮後期、牧海の創設者が朝鮮人とは考えられない、末活人であることを認めるにもかかわらず、牧海を朝鮮史に含める歴史家が増えた。18世紀には次のように意見が分かれていた。星ことは牧海を朝鮮史の一部にすること断固として拒否した。一方、鳥有独協は牧海を完全に 朝鮮史に組み込んだ。一世紀後、とは、白木のような議論のない朝鮮の王朝と等しい、ものとして、墨界を朝鮮史に組み込んだ。猿ササヒロ氏は、墨界や不要朝鮮史から除いたと、三国式の朝者金払拭,拭を批判した。猿は、墨界が女神の金朝に敗れたことを、私たちの祖先団君の古代の土地の半分を、900年以上の間失ったと解釈した。 北朝鮮の学者、および最近の韓国の学者は、統一白木が最初の朝鮮統一との見解に挑戦をすることにより、北海の歴史を朝鮮史の不可欠な部分として組み込もうする。それによると、北海が朝鮮半島北部の旧高麗の領土を占めながら、まだ存在していたから、駒が最初の朝鮮統一だった。南北国時代論者は、 南北国時代という用語の書室は、白木後期の最遅延による再文章公然集と主張する。最遅延の塔への上標文では、北海を指して北国と記している。しかし、北海が白木を南国と呼んだというのは、資料の裏付けのない憶測に過ぎない。南北国時代論者は、ついで高麗時代の三国式に見える北国要例を挙げるが、都合の悪いことに、 同じ、三国式に見える、北朝は、北方の切端を指している。そもそも、三国式には、北海関係記事はほとんど見えず、わずかに、東、白木と北海との紛争が記録されて意に過ぎない。李承久の、帝王陰記が、歴代、東国君王の一つとして、北海を取り上げている。李氏朝鮮の実学者流読、京が、北海港の中で、高来は、 南方の白木、北方の木海を合わせて、南北国史を編纂すべきだったのに、これをしなかったため、木海古地を得る根拠を失い弱国となったと、バリしており、南北国時代論者はこれを特筆する。しかし、李氏朝鮮における、メインストリームの見解は、東国津岸に、吉丹の出身を木海、何用が、吉丹が木海を裏切ったことなど我がと関係ないと、あり。 東市項目に、牧会不登録うがし、北海は我が国の歴史に記録するに当たらないと、あるように、北海を自国の歴史の一部とみなさないものであったが、現在の韓国や北朝鮮では、北海は、句麗人が建国した国であり、句麗の継承国で、韓国史の一部であると統一した見方をしている。この考え方は、1784年に、柳徳、康氏、 北海港が初めに発表し、1970年代になってこの研究が盛んになり、現在ではこの時代を北は北海、南ではシラが並立した時刻の南北国時代として国定箇所にも記載し、教育を行っている。北朝律帝仁志教育大学校教授は、このような韓国社会教科書について過度に民族中心的に叙述され、 コークリとボッカイが多民族国家だったという事実がけ、落ちている。コークリの領土拡大は移民族との併合過程であり、ボッカイはコークリの移民とマッカツ族が一緒に建てた国家だが、これについての言及が全くない。ボッカイはコークリユとマッカツ族が共に建てた家だというのが、歴史常識だ。しかし国史を扱う、小学校社会教科書には、マッカツ族に対する内容は、全くない。 木海は、高句麗との連続戦場だけで扱われていると批判している。このように、牧会を自民族の歴史と位置づける観念は弱いため、南北国時代論者は、より自民族としての観念が強固な高ウクに、牧会を結びつけようとする。あたかも、木海に独自のものが何もなかったかのような言説が、韓国では広がっている。 その研究を深いぶりは、自らそれを主導してきた、そうはじめ号ですら、もし、墨海人たちが聞いたら泣いてしまうだろうと、自重するほどである。古畑徹は、北朝鮮学会の高り、墨海研究を、北朝鮮の高り、墨海研究が、高り、墨海が、中国史ではないという点のみに集中し、論称が、自己到着に陥り、 学問的に非常に低い水準となってしまっていると批判している。ちなみに、古畑徹は、コークリ人を、自らのルーツの一つと認識している。韓国、朝鮮人だけでなく、金、清を建国した満族などの中国東北地方の、少数民族もその先祖はその領域内にいた種族の子孫であり、またコークリ、海の中核となった人々はその後の変遷を経て、 漢族の中にも入り込んでいくことが明らかである。したがって、コークリ、ボッカイとも現在の国民国家の枠組みでは、把握しきれない存在であり、かつ、それを前提とした一国主観的歴史理解ではその、実像に迫り得ない存在と評している。戦前に、コークリ氏、ボッカイ氏の研究を行った、南満州鉄道株式会社東京支社内に、設置された、 満千歴史知事調査部やその事業を東京帝国大学文科大学で遺憾調査した研究者、白鳥倉吉、柳井渡る、松井仁志、稲葉岩吉、池内博士、津田宗吉、瀬野馬熊、和田清は、高句麗人、渤海人は、北方のツ津群ス民族であり、今日の朝鮮民族の主流をなす、漢族ではないと認識し、朝鮮古代史の中心を調べとみて、 満州を舞台に活動した、高栗や渤海等は、満州市の一部である。ただし、高栗は、朝鮮市の一部でもあるという認識をしていた。朝鮮総督府の朝鮮市編纂事業によって、刊行された、朝鮮市には、渤海に関する記事はがほとんど収録されていない。その理由は、当時の日本人研究者の間において、渤海が、朝鮮市ではなく、 満州史と認識されていたためである。朝鮮史編纂事業を行った朝鮮史編纂委員会の第一回編纂委員会で、その席上、李吉和からの、牧会はどこへ入りますかという質問に対して、稲葉岩基地は、牧会につきましては白木を除するところで牧会及び、これに関連した、鉄理等の記事をも収載するつもりでありますと、回答している。 今西龍は1930年8月22日に開かれた朝鮮史編集会第四回委員会の席上、蔡南以前からの質問に答えて、僕会も朝鮮史に関係ない限りは省きますと発言している。また、戦前刊行された朝鮮通史である世界歴史体系第十一巻朝鮮、満州史では、コークリは朝鮮史と満州史の両方で取り上げられているのに、対し、 渤海は満州市でのみ取り上げられ、朝鮮市ではほとんど記述されていない。戦後、満戦市を批判した、旗田隆史も北海市を朝鮮市の一部とみなすことに疑義を持っていたことが知られている。田中俊明は、南北国時代の歴史観では、渤海、白木両国が同一民族によって構成され、同族として交渉していたとして、 高栗の丘陵の大半はボ海が占めており、高栗の丘陵の一部を白木が領有したことを挙げるが、ボ海、白木両国が互いに同族意識を持っていたかのかは疑問が多く、ボ海国を構成したのは、俗末末活が中心であり、白木辺境の末活は自立していただろうとして、8世紀の塔の記録には、白木人が白木の東北境の住民のことを、 黒毛で身を覆い、人を喰らう長と、と捉えていたことを伺わせる記述があり、この偉人誌は、渤海、白木両国の没交渉から来る恐怖感であり、それだけの良い,い気であったことの証細であり、白木の偏境であり、渤海の偏境地帯でもある、地域住民に対して、これだけの良い機感が見られることは、渤海、白木両国の乖離した意識は明確であり、渤海、 白木の同族意識は伺いようもないと指摘している。長戸記事とは、新当初巻220、東遺伝、白木、太平後期巻481、白木城の以下の記事である。横田康氏は韓国で牧海を朝鮮史の一部とみなし、朝鮮史に含める南北国時代論が現れるようになったのは、日本の植民地下での民族主義主学以降である。ことから、 渤海を朝鮮史に含み古代朝鮮の活動範囲を満州にまで広げている韓国の歴史教科書を強烈な民族主義自意識の発露と指摘している。高文雄は著書で満州族の先祖が築いた高栗と渤海との見出しで、高栗の主要民族は満州族の一種、中略高栗人とともに、渤海建国の民族である末活はツングース系で、 現在の中国の少数民族の一つ、満州族の祖先であると高栗とボ海を満州族の先祖としている。また、紀は、翻って満州氏の立場から見れば、三世紀から十世紀にかけて、東満州から沿海州、朝鮮半島北部に建てられた独自の国家がコ栗、六百668年と、その高栗を再興したボ海、 698から926年である年、高句クと木海を満州史としている。戦後になると、石井正都氏をはじめとする研究者により当時の日本朝廷が国書において、白木と木海を明確に区分していた事実が指摘されるなど、さらなる研究が進められ、南北国時代論の恣意的な資料解釈が批判されるなど、韓国史学会の述べる。 南北国時代論は日本においては定説とはなっていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。